フォアハンドストローク短いところで、まあ、ベースラインからっていうのもちょっと前に来たところでですね、低い打点の球打つのどうすればいいですかっていうところを説明していきますんでよろしくお願いします。で前にこうね、縦振りだとまあ楽ですよみたいなねのは出したんですけど、縦振りじゃないやつ、ね、これの紹介ですね。でまずですね、こうボール低いところにこう低いところにボールありますね。でそちらに打つとして、ネットがベースラインから打つんだったらそんな気にならないと思うんですけど、前に行くに従ってやっぱネットの近くなってくるんで、ネットを越すために上に上げなきゃいけないっていうようなイメージになると思うんですね。そうするとここでこうやってこうやってちょっと持ち上げなきゃいけないんじゃないかっていう、いうイメージがある方もいるかもしれないんですけど、どちらかというとですね、こう当てるっていうよりかはこう当てていきます。こう当てていきます。そう、そちらに打つとしてですね、斜めにだからサイドスピンかけるような感じですね。でサイドスピンかけるような感じで振って、もうこのぐらいでおしまいでいいです。だから持ち上げるっていうか、こっからぐわっと上げるっていうわけじゃなくて、少し前に振ってボールからラケットを逃がしてあげるようなね、ちょっと抜け感重視で振ってあげるような、そんなようなイメージですね。こう当てるんじゃなくて、こういうような当て方ですね。で振っていくと前に飛んでいくと、前に飛んでいく。でここね、こうじゃん、こうしてるとなんかこっちにばっかりボール飛んでっちゃうんじゃないかって思いがちなんですけど、スイングの方向を、まあ、多分ねこのぐらいのスイング方向でまっすぐになって、で逆クロス打ちたいな、こうまっすぐで逆クロス打ちたいなっていう場合は、もっと逆クロスの方向にスイングしてあげるって、そんなようなイメージですかね。このスイング方向ね、これでまっすぐぐらいですね。まっすぐで、こっちに振ってあげれば、でこっちに振ってあげればまっすぐ行くし、まあどちらにしてもちょっとサイドスピンかけるようなイメージで振っていかれるとね、いいかなと、ね、これもフットワークは前紹介したのと一緒で、こう一回両足で入ってちょっと抜けていくような、ジャンプするような、入って抜けていくような感じが、まあ、動きやすいかなと思います、ね。まあ、このようなイメージですね。縦振りとの違いは、こう結構逃がし多めでいくんですけど、これ、ね、持ち上げるっていうよりかはすごい逃がすっていう意味で、こう横振りなのはこう前にちょっと押すっていうような、そんなようなイメージになります。イメージの違いになりますので、ね、なのでまあよかったら両方ね、縦振りでも横振りでもどちらにしても持ち上げるわけじゃないですよっていうところですので、ぜひね試してみてください。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。